ラミシール 125mg 上テルビナフィンは、抗心菌薬として用いられる、有機化合物の一種。匂いはない。酢酸、メタノールに溶けやすく、ジエチルエーテルに溶けにくい。商品名ラミシール。従来の抗心菌薬と比較して、1日1回の塗布で済む、スイスのサンドによって開発された。日本国内では1993年7月に、 アリルアミン系抗心筋薬として初めてラミシールという商品名でクリーム剤が承認され1997年7月には錠剤が承認されたさらに2004年には一般用医薬品として第一三共ヘルスケアからラミシール AT として発売され大ヒットしたしかし2007年1月からは製造元のノバルティスファーマに商標を変換 ノバルティスの OTC 部門日本進出における旗頭となった。また、同年には、小林製薬が、タムシール、ロート製薬のメンソレータムエクシブなどに、同成分を配合。2008年からは、対象製薬が、ダマリングランデを発売している。皮膚子上菌・カンジダ属、スポロトリックス属、ホンセカヤ属による、皮膚真菌症に用いられる。ただし、 上剤は、外用更新菌剤で治療が困難な場合にのみ、傾向投与する。薬物相互作用として、サイプ 2D6 を阻害する。警告表示に重篤な肝障害について記載され、定期的な肝機能検査、血液検査が必要となる。投与中に肝障害や、血液障害が現れ死亡に至った例もあることから、投与前と投与中には、肝機能検査や、 血液検査が必要とされる。外用薬は1日1回患部に塗布する。錠剤は通常1日 125mg を初期容量として1日1回食後に経口投与する。年齢や症状に応じて適宜減量する。ありがとうございます。